レッスン3、唇おわわ体操。唇おわわ体操は、唇をですね、真横に、唇のみを真横に動かすエクササイズです。通常ですね、ネイティブが口をまあすぼめて発音する場合、まあ、R とか、まあ、うとかおとかあるんですけども、まあ、ここから、この開いた状態から唇を、もちろんすぼめます。で、その時にですね、最初、こう唇の内側からこう中に外に出ていくような感じになるんですけども、そういった唇の動きは日本語には存在しないので、なかなかこういった動きはできません。なので、やってしまうと、まあ、アヒル体勢のようにこう、どうしても外側の筋肉を使って、ぐっ、ぐっとすぼめてしまうんですね。なので、これをまず内側からこう、外側に唇を、扉を開くように出せるような動きを覚えていきたいと思います。なので、一緒にやってみましょう。まずですね、この時、まあ、口、そんなに力を入れずに、軽く開いてもらいます。そうするとですね、ここ、少しとんがったところがあると思うんですけども、ここはまあ、最初目印になるんですね。で、ここから、ちょうどこの四隅が、内側から、こう、外側にできます。から、こう。ゆっくりやると、非常にわかりやすいです。ですね、ここからゆっくり。このエクササイズって非常に難しいので、最初やりにくいかもしれないんですけども、力はとにかく入れないで、ゆっくり。ゆっくり。ゆっくり。で、この動き、ちゃんと鏡を見ながら、1日、そうですね、30回くらいやるように、練習をしてみてください。